シントラはポルトガルの都市で首都リスボンに隣接する地方自治体である。シントラの市街地には約2万7千人が居住しているが、自然域では36万人を超える人口を誇る。ムーア人が築いた城の跡や、ポルトガル王室の夏の離宮など、様々な年代の文化財が集積していることから、観光地として有名であり、また、 ユーラシア大陸最西端のロカミサキへの観光の拠点でもある。シントラはすでに11世紀のアラブ人の地理学者であるアルバクルによる記述が残っており、後には詩人バイロンがエデンのソノと称賛した。8世紀内史は9世紀にはムーア人がムーアの定石を建設したとされる。アフォンス・エンリケスによるシントラのポルトガル併合は1147年のことであり、 この時、街の大部分の城塞が破壊された。1493年、クリストファー・コロンブスが、スペイン国王の元へ航海を続けた際に、突風に巻き込まれ、シントラの岸壁に避難したこともある。ポルトガル国内で、安全な港を探すことができずに、このような事態に陥り、他に、選択の余地もなく、シントラからリスボン港へ向かった。 宮殿群や城跡を含むシントラの文化財は、シントラの文化的景観として、1995年、ユネスコの世界遺産に登録された。主な物件は、以下の通り。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。首都のリスボンから、リスボン近郊鉄道シントラ線の列車で約40分で、ある。 大西洋岸のカスカイスとの間にはバスが1時間に2本運行されており、うち1本はユーラシア大陸最西端のロカミサキを経由し、ロカミサキまでの所要時間は40分である。小麦粉の生地にチーズクリームを詰め込み焼き完成となるケージャーラが存在する。ありがとうございます。